えーまだね、機能セットの使い方、ちょっとね、分かってない人多いと思うので、いろいろね、あのー、当てこすって、ちょっと例を見ていきましょうと。今回は、三国志ということで、まあ、いろんなね、作品とか、時代とか、漫画とかで、この機能セットで使っていくと、まあ、分かりやすいかなっていう、応用が一番、こう、説明としてやりやすいので、まあ、まず、甘えんぼちゃんグループから見ていきましょう。はい、いきなり <laughs>、いきなり怒られそう <laughs>。 孔明旅風炎症いや後ろ3人はいいんだけどえー、この人入れていいのかなって俺一瞬思ったんだけどでもね孔明ってどう見ても甘えん坊にしか見えないんだよね。 うーんというのも FI があって私がで SE で出世をしない、うん、義ではだからまあリに行ってもしょうがないよなってとこで劉備見てたらあれこいつ使えるなってことで,で接近してでまあ仕官し,してみてでも戦争はやらせてくれないんだまあ自分は制度作りが大好きだからいっかみたいな感じで。 うん、でいなくなった後は、えー、何やってるかって甘えんぼグループのもう一つの特徴ってね人材育成が減ったよく見てね遠召、えー、部下使いこなせない呂布、えー、部下を使い潰すだから長寮とか工場みたいなのしか残んなかったでしょあと賃給とかで長飛部下をいじめるので有名で孔明多分ね部下をね甘やかすんだと思う自分が気に入った人たちあの泣いて馬食を切るじゃないんだけど で、今度気に入らないやつっても徹底的に嫌うから、だからこれ多分甘えんぼだろうなっていう孔明は。で、まあ、当然のごとく思考だと思うね。だから思考だからこの、う外交思考補助直下。この ENTJ とか俺言うのはあんま好きじゃないから、これは好きな人だけ見といてくださいと。んで、長妃。長妃と呂布はね、うーん、どう考えても感情でしょ。うん、炎症も。 うんだから内向感情補助感覚まあ長媚感覚かもしれないけいや違うよねうんなんかかわいげがないんだよね長皮呂布炎症って言ったら可愛いげがなくてひたすらなんかうんぶりっこして自分が好きなことだけこすってって、まあ、強いて言うなら呂布が感覚いやないなやっぱうん感情だなうん ということで、まあ、この甘えんぼさんグループは分かりやすかったっていうね。演唱なんか名家が、名家が、名門が、とか言ってね、各家にに呆れられたっていう <laughs>。で、次、聖人君子グループ。これはね、各家そう曹操芝居かんうだと思ってるんだけど、うん、なんでかっつったらね、俺が好きなメンツなんだよこれ。特に一番好きなのは書かだから。で、書くかっつったら、あの、洞察力が異常だったっていうでしょ。未来読みとか、人物鑑定とかじ、あの人物洞察して、 こうんだ,だっけあの孫作はあのあの辺で好き勝手やってでまあ、恨みを買ってるからいつか殺されますよとかね炎紹のやつらあれほっとけば跡目争いで滅びていきますよとか言ってまあそんな感じでねあとそう劉備劉備劉備の扱いで曹操はねこの外交感情補助直感だと思うんだけど。 ま曹、あ、操はね、もう人材コレクターで有名でしょ。で、劉備ーー、あれだけの名士殺しておいて、うん、評判下がってどうすんのみたいなね。それよりも味方にした方があいつ使えるんじゃねで、関羽と張飛も強いし、とか言ってね。そしたら、あの人の下で収まってる人間じゃないからさっさと殺せって書くか、ずーっと言ってたっていうね。まあ、書くかとこの曹操の関係性は相性がいいっていうのは、この君子セットっていうことで、 で多分ね疑問に思われたのが、各科が、え、精神君子と言って言いれてね、あのー、内向直感の人ね、ここの INFJ、内向直感補助患者の人は、多分、精神君子の中でもね、一番精神君子らしくないタイプ、自分の中の正しさだけ信じて生きてってるから、まあ、だから俺なんかでも、あれでしょ、精神君子って言われたら、んってなるでしょ、うん。 だけどまあ自分に厳しくてで、他人はどうでもよくて、みたいな。で、次、芝居はね、感覚なんじゃないのかなって、これ思い出してて、感覚の補助思考ってなんかしっくりくるでしょ。芝居ってあれでしょうん。あ、そうそうなりとかの、あの助手の虐殺。あれはね、あの、お父さん殺されてるから、しょうがないのよ。うん。あの、FE と SE で、 あの誰でもこれ怒るでででししょょっってていいいいうだから俺怒っていいでしょみたいなで SE でここでねなんかやっとかんと世間に示しがつかんでしょってやっていいでしょっていううんだから曹操がねあれをやったから感情型としてどうなのって言われてもまあやるんじゃないんすかっていうで曹操の優柔不断ぶりっていうのは各家がいなくなった後に拍車がかかってて「計6計6とか言って館中捨てたでしょであの後と五条に攻められる共闘法になったわけだから曹操はちょっと そういう風なとこで優柔不断なとこがあるっていう意味で感情型じゃないのかなっていう他にもいろんな賃金だったかな賃金うんいい文化から親父の悪口だけは言うなとかね他にもこういうがあのしつこくね制度作りの邪魔してたからぶっ殺したとかね、まあ、そんな感じでソうそうそうそういうとこあるのよ例えばジュンクとのやり合いで ジュインクはね、あのー、王になるなとかね、王になるな、皇帝になるなってしつこく言ってて、漢の,の皇帝を守ることが第一使命であるみたいなね、空気読めない藤木ちゃんみたいなこと言ってたから、空箱を送ったら勝手に死んでて、あれって。ュ井ンクの方が藤木ちゃん認定されたのはこの一件なんだよね、俺の中で、うん。 ジ一ンって多分相当不思議ちゃんだったんだろうなって言ってね。うん、人集めるのもうまいし、不思議ちゃんって人気あるからねっていう。だからここの人気ある人集まってるでしょ。大体、たいン一ク、ジュ長ユ、馬ョって。で、芝居はね、俺感覚だと思う。なんでかっつったら、あのー、戦場の対応がね、抜群にうまい。うん。 であと TI だから戦場構築とかそういうのをするタイプじゃなくて TE が強い方がねこの戦場構築がうまいからだから例えばこのサイコパスグループの、えー、とギエンとか法ウとかうまいでしょ戦場構築はまあだからこの人たちは多分サイコパスグループなんじゃないのかなっていうまあ法イなんかもうそういうエピソードしかないしギエンもなんかあんまりいいエピソードないから うん、ということで、最後、関羽に関して、あ、芝居ね。だから、芝居はね、感覚型特有のサバイブ能力で生き残ってて、で、最後、あの、クーデターで政権奪取できそうだったから、まあ、息子が勝手にやってたっていうぐらいじゃないのかなという、この人、本当に、特に欲も何もないでしょう。うん。で、次、えっ、ー、と、不思議ちゃんグループ。チョンとバチョって、俺ね、不思議ちゃんだと思ってるのよ、これ。うん。だって、明らかになんかおかしいんだもん、やってることが。 特に長雲あの時の劉備についていくって何なのっていう。多分ね、あ、この人、うん、気に入った、大好き、とか言って。えー、っと、じゃあ劉備って不思議ちゃんだったのかなって。うーん、劉備ってどこなんだろうとか思うんだけどね、作品によって描き方が違うんだよね、完全に。うん。あちなみに曹ソ操ソの話に戻るんだけど、曹操があれ、確か劉備に加工んが負けて帰ってきた時に、よいよいって陛下の常だって,ってたでしょ、勝敗は。 まあそんな感じでね、そうそうおおらかなとこがあるんだよねっていう。あの、横山三国志の方は特に。あの、蒼天高炉のそろそろね、明らかにあれ違うから、明らかに違うんだよねっていう。うん。蒼天高炉って直感型の描き方が下手で、直感型らしい人物多分ほぼいない。で、達人伝の方が直感型らしい人物のエピソードがあるのって、あれエピソードがあるから、それになぞっていくだけで、そういう雰囲気が出るっていうだけで。で、次、蝶雲不思議ちゃん話戻って。 えー、多分、馬長はね、感情じゃないのかなっていう、周りの周囲の意見に合わせて、で、あの、決起して、早々と戦って、いいとこまで行った、で、負けた、で、劉備に受け入れられて、嬉しい、みたいな。で、長雲は、うーん、この人よく分かんないんだよね。なんだろう、う内向感覚、補助感情なんじゃないのかな、これ、本当に。うん、それぐらいこの人、なんかよく分かんない、本当に。 うんで、順育淳育はね、まあ、内向思考補助直感なんでね、あれだけ人材集めてきて、で、この人はいい悪いっていうのが分かってて、で、まあ、あのなん人を、こう、人脈を捨てないという意味でも、で、この人自身ね、特にね、こう目立ったところもないし、で、淳育も多分似たよな子なんじゃないのかな、淳育がでも感覚強い気がするな、サバイブ能力が高いという意味で。 ということで、まあ、不思議ちゃんグループはこんなとこで、最後に大問題のサイコパスグループ。えー、劉備、劉備、劉備。多分ね、直感、直感の補助感情だと思う。うん。劉備、間違いない。で、孫権孫権はね、感情の補助直感だと思う。うん、間違いない。この辺は。多分ね、この二人サイコパス度が高い。かなり高い。俺がね、この三国志の時代に生まれて、一番生きたくない陣営は、うん、まず孫権いや、 劉備かな劉備だ。うん。なぜかっつったら、劉備んとこね、あの、ろくなやつがいないんだよ、人が。うん。あのー、誰と仲良くしていいんだろうっていうぐらい困る、本当に。だから、死て言うなら、趙雲か関雲、関羽。 カウンは部下をあの優しかったって、あっ、カウン説明しなかった。カウンはね、えっ、ー、と典型的なあの内向、思考、補助感覚で、カウンはね、中野拓司に似てると思う。あの間違ったことは言わないし、間違ってるやつは許さない上でも、あの平気で噛みつくとこあるから。 で、それで意外と頑固なとこあって、で、柔軟性がなくてっていう。まあ、そういうところがね、多分、曹操から見て、あーこいつ信用できんな、とかいうところになったんじゃないのかなっていう。だからあの、兵を持たせて戦場に立たせて、で、あの、誰だっけ、顔がいい人と、あと、文が汚い、醜い人を切っていったでしょう。だから、カーンはね、そういったところでね、あのー、なん非常に信用ができるんじゃないのかなっていう、人として。 まあだからこそ人気があったという。で、サイコパス、話は戻る。えー、そうそう。劉備のとこまず痛くない。うん。劉備のとこで、じゃあ誰の近くいたらいいのって話になるでしょう。俺が主観するとして。か、んうはちょっと堅苦しいし、趙雲はちょっと意味わかんないし、で、法政と義援なんか絶対嫌だからね、俺。うん、絶対嫌よ。で、孔明嫌だ。本当に。うん。孔明のとこで、馬職が偉そうにしてる。だから強いてうのは馬領。 バリオかなそれぐらいね劉備の陣営はね俺いや、あ宝刀の下でも早死にしたでしょうんだから本当に劉備陣営は嫌ででその次に嫌なのが尊権で尊権えー、っとお酒付き合うの 嫌だよお酒付き合うのあんなの本当にで次の日謝りに来るんでしょでもお酒飲んだらまた暴れるんでしょで下手したら殺されるかもしれないでしょであそこね孫権がいなくなった後また孫権が年取って盲録した後に人材育成がね届こうってなくて だから例えば両毛とか孫権がそうだったようなもんでしょで周遊とか、えー、とロシカ好き勝手させたから才能が羽ばたいててでその後陸遜には完全に任せて大都徳やらせてであの医療の戦いで大勝利だから孫権っていうのはね若い頃中年期っていうのは人材育成がうまかったんだけどまあ晩年になってどん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 ダメになってで劉備なんかもそうであの人材をこうかき集めてくるのがうまくて人に疲れてて妙に。 なんだけど劉備がいなくなった瞬間人が来なくなったからどんどん自力になってったっていうじゃあ曹操のとこはどうかっつったらね曹操のとこはねあの曹操があまりにも偉大すぎてで制度づくりがこの世代のあの官僚たち優秀すぎて で、そのまんま使ってたから、菜園が残っておかしくなったんじゃないのかなっていう。うん。菜園を残したまま、あの、武帝の作った制度だから、変えるになかなか変えれなかったっていう。で、それで制度疲労が起こって、で、最後、芝居に乗っ取られて、シーンが出来上がったという。で、次、各各各はね、俺、サイコパス絶対高いと思う。うん。 うん絶対高いあのサイコパスじゃなかったら曹操のとこに士官に行かない絶対になぜかって言ったらこの人ね天員と,、えー、っとだっっけ曹操のね子供殺してんの長男をうん戦いででもそれでもね曹操は許してくれるって見切ってたんようんでそれだけの洞察ができるからじゃあ成人君子グループじゃないですかって,っていやー成人君子グループだとねさすがにそれはいけないうん は平然と言ってるでしかもね、死ネまで、皇帝の,、えー、の近くであのずっと重心やってたっていうから、この人多分内向感覚補助思考だと思う。間違いないと思う、この人は。うん、いや、核はね、絶対にサイコパスだと思うね。で、法政はどこかなっつって、多分これ外交思考とかじゃないのかな。押し付けるタイプで、手部下とも。 部下っていうか同僚ともあんまり相性が良くなかったっていうし、で、議員は多分内向感情補助直感じゃないのうん。劉備見た瞬間、もうんうんあこの、この人、この人とかついてったから、で、法政はどうなのかなーっていうね。うん そんな感じでね、三国志で今回ちょっとこすってみましたということで、機能セットについてね、だいぶ分かってきたかなという皆さん。えー、まずね、俺の選び方は、まず第一印象で、えー、っとこの四分割で分けといて、でそこからね、あの機能を見ていくっていう。でそれとなくね、あのー、しっくりきたんじゃないのかなということで、今回は失礼します。